ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、アヒルもカモの木ぐらい。大したこともないものが高い木ぐらいを持っていることの例え。姿形の良くないアヒルがカモのような木ぐらいを持つという意味から生じた言葉です。ちなみに、アヒルは漢字で書くと、家のカモと書きます。もともと、野生のマガモを飼い慣らしていくうちに、体型は丸っこく、翼は小さくなって数メートルほどしか飛ぶことができなくなったとされています。その歴史は古くて、4000年も前に中国北部で野生のマガモの飼育が始まったとされています。アヒルさんは決してかっこよくはないけれど、でも愛らしくて可愛いから好きだよ。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Every ass thinks himself worthy to stand with the king's horses. 今日のチェックポイント。Every すべてのどの〇〇も皆後に続く名詞は必ず単数形になります。ass ロバ be worthy to, do 〇〇する価値がある think, a, b a を b だと思う第五文型の使い方に注意してね。大したこともできないくせにプライドだけは一人前という人に送りたい言葉だね。そんな人ほど相手を見下したり、小馬鹿にするような態度を取ったりするものよ。そんなチンケなプライドは捨てて、自分自身にも誇れる芯の通ったプライドを育てましょう。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!